どうもこんにちは、浜崎です。お久しぶりです。今日はですね、新しくアルチザンのフレームを2点ほど作成しましたので、それをですねご紹介、する動画となります。ではどうぞ。まず第1弾は、こちらですね、デカダンスっていうモデルになります。で、デカダンスっていうモデルはですね、そのオリジナルフレームのこうオーダーもできる形でもあるんですけれども、まあ、それとはですね、ちょっと違って工夫して作ってます。ちなみにですね、これ画像だけじゃちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、ですね、まずこうやって見ていただくと、ここの厚みですね、この厚み8ミリ厚っていう一番太い厚みのある素材で作っています。まあ、通常のものだとですね、こちらですね、こういう感じで、こんだけちょっと違う、分かりますかね、こんだけ違います。肉厚で図太い1960年代のフランス、のですね、ヴィンテージによく見られる、形で、まあ、こういったフロントは分厚いんですけどね、あえてですね、テンプルは 3.5 ミリ厚っていう、ちょっと細めの薄めのですね、素材を使って打ち込んでます。ちなみにですね、オーダーでお受けして作る場合はですね、こういった同じ形でも、こうよく見るとこっちが華奢、薄く削りを、行って、なるべく華奢に削り上げた形とですね、こういう肉厚で図太い重厚感のある仕立てにしたりとか、まあ、結構融通が利くので、もしなんかオーダーにご興味がある方は、ぜひぜひ店頭で、ご相談ください。ちなみにですね、ちょっといろいろ工夫がございましてですね、今回アルチザン、こっちのアルチザンはですね、ちょっと分かりにくいですかね、この部分、結構当時の形にちょっと四角してるんですけど、ここラウンドポリッシュって言って、こう丸めてるんですね。ちょっと分かりにくいですかね。こういう通常のものと比較してもらった方が分かりやすいかもしれないですけど、通常のものだと、こうちょっと、ここが少し角張ってるの分かりますか？これと比べると、こうやって見てもらうと、ちょっと丸まってるの分かりますか？丸く、丸く削っております。それから、鼻当ての部分ですね。鼻当ての部分も多少、当時の、仕様に近くしたかったので、こういう鼻当てのですね、ちょっとこうカクッとなってるの分かりますかね。ちょっと引っかかりやすくなってるところをですね、スライチ仕上げていって、もうつるっとこうボコってこう出ないようにしてます。すいません、説明が下手なんですけど、まあ、あとは当時の仕様と同じで、縦に点火締めっていう、ここの金属が2点縦に、固定してるっていうんですね。横は横に点火締めです。で、こちらアルチザンの刻印が入っております。こちらにはですね、デカダンスモデル名と、あとちょっとぼやけちゃいましたね、サイズが、書かれております。あともう一つがですね、また同じ形になります。同じ形なんですけれども、こちらはですね、ちょっとフレッシュ、ちょっとピンク系のクリアフレームにして、女性の方でもちょっとかけてもらいやすいようにですね、6ミリアーツっていう薄さをですね、8ミリと比べると少し華奢めに削ってみました。
で後の仕様は一緒ですね、こういったあの縦に点火締めの横に点火締めって感じで、で、アルチザンの刻印がちょっと見えにくいんですけど、ここにですね入ってます。ちなみにこういったクリア系のフレームっていうのはですね、まあこれまたうんちくになっちゃうんですけど、あのこういったテンプルの芯とか、金属こう打ち込んだのがこう透けて見えるんで、こういう感じですね。そういった細部も、細部の作り込みを見ていただける面でもとてもなんかこう面白いフレームだと思ってます。ぜひぜひお店に来られた時はですね、手に取って、実際にじっくり見ていただければと思います。はい、ちょっとシドロモドロの、説明で申し訳ございませんでした。まあ、今後もですね、いろいろアルチザンに関しては、個人的にこうコンセプトを持って、作っていきたいと思うんですけれども、今回はそのフレームのご紹介にとどまったんですけれども、まあ、次回からは、まあ、どういうふうに、構想を練って、どういうふうに設計して、作成に入っているのかっていうところをですね、小出しにご紹介していければいいかなと思ってますので、ぜひ、引き続きご覧いただければと思います。ちなみにまたこういうことやってほしい、ああいうことやってほしいとか、リクエスト等も募集してますんで、ぜひぜひメールなりご連絡いただければ、それに関するお話をさせていただければなと思ってますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。以上、今日はアルチザンの、ご紹介の、動画でした。それではまた、次の機会に。